人柱。すいません。私の一族の話ですが、私の母さんは田舎のある女子校で教員をしていました。その高校は超がつくほどの問題の多い学校で、生徒の親が暴力団員だったりで吹き溜まりみたいな学校だったそうです。聞いた話では、〇〇校生会や〇〇学会の関係者の子供、〇〇出身も生徒に多くいたそうです。で、連中の常として、犯罪の片棒を担がせるなんて日常茶飯事でした。両親が娘を風呂に沈めたり、自分が経営する風呂で働かせるなんてことは当たり前。娘を売り飛ばして、もう亡くなってるだろうなんて、正気を疑いたくなるようなものも多かったそうです。母さんは就職した初銀行だったので、義務感か正義感か知りませんが、親御さんと対立、生徒の元に押し入って助けることが幾度かあって、命知らずと心配されていたそうです。ですが、母さんに噛みつこうとする保護者は、なぜかいませんでした。高校に怒鳴り込んでくるのが日常茶飯事の学校だったのにです。詳細は知りませんが、噛みつこうとした保護者は直前に起きる謎の事件、事故で死亡、失踪。運が良くても逮捕されて塀の向こう側に入ってしまうことが多く、結果的に解決していたそうです。デスノート伝説ではありませんが、あまりにも凄まじい状況に、興味本位で近づく霊能者がしばらく後を絶たなかったそうです。しかし、この霊能者たちもことごとく謎の死、失踪、精神崩壊。恨みを持った家族が、彼女の結婚、娘の出産後、母子を呪ってもことごとく失敗。しかも、遺体が発見された霊能者は、全員の内臓がえぐり出されて、ぶちまけられていたとか。この惨状を聞いた、親戚の神社の神主と、私の祖父が、即刻、教師を辞めるよう勧め、母は、気難しい、姑の都合もあって、退職したそうです。親戚の神主と、私の祖父曰く、あれは人柱なんだよ。それも超度級の、たたり神の。そして、その娘も。私の一族の本家は、ある神社に仕える身として、地元の信仰を集めている神社に勤めているんですけど、そんな家にはどうしても、呪いのものを対処することが多く、中には、そばには置きたくないが、悪用されると、もっと困るものがいくつかあったんだそうです。それでいくつにも保険をかけた上で、冒険の一族のものに預けたそうです。物品としてだけではなく、人柱としても。私の両親は共にその家の出身でした。祖父曰く、お前の母さんは一族の封じているものの中でも一番恐ろしく、手がつけられないものの人柱だ。魂はそれのもの。保険があると言っても止めることはできない。現に、呪いの宝石の類を危機とつけているだろう。呪われないどころか、呪いをかけた相手まで食べているんだ。もしも目覚めてしまったら手の打ちようがない。だがお前は違う。一族が、封じているものの中でも、二番目に恐ろしいものの人柱なんだから。
具体的なことを私に伝える前に祖父は亡くなりました。親戚の今は亡き神主も、大丈夫、君は人柱とは言っても、ついているのは私たちの一族なんだから、選ばれたんだよ。だから君のことを守ってくれる、としか言いませんでした。とりあえず、今は平穏な人生を送っています。夏休み。遠い昔、小学校2年生の時に体験した実話。夏休みの後、2学期が始まって学校に行くと、教室の窓際の机の上に花が置かれていた。まだ子供だった僕はその意味を知らず、気にも留めなかったのだが、家に帰ってその話をすると、母さんが、夏休み中に誰か亡くなったのかな、かわいそうに、と言った。翌日学校に行くと、あの花はもうなくなっていて、席には Y 子が座っている。昨日花がなかった?とさりげなく聞いても、知らないという返事。一学期から誰かが欠けていないか、クラスの連中を見渡しても誰も欠けていなくて、あの花、見間違いだったのかな?と思うようになった。花の一件で、ワイコと話す機会があったせいか、帰り際、ワイコから遊ぼうと誘ってくれて、一緒に彼女の家に行った。彼女の自宅は小さな一軒家。家の中は誰もいなくて、まるで時が止まったかのように、暗く静まり返っていて、二人だけでテレビを見たり、ゲームをしたり、子供ながらの楽しい時間を過ごした。女の子とうまく会話すらできない僕だったんだけど、ワイコとはなぜか気が合う感じがして、放課後は次の日も次の日も連日彼女の家で遊ぶ日々が続いた。そんなある時、ワイコが急に泣き出して、もうすぐ会えなくなるという。引っ越すの?と聞くとしばらく考えて、うん、と、消え去りそうな声でうなずいてから。これ、私だと思って、大事にしてね、と、花の形をした、香りのいい消しゴムをくれた。そして翌日、彼女は、学校に来なくなった。次の日、運動会の模擬練習で、機械体操をやっていた時に、運動靴の紐が、ぶっつりと切れた。次の日も、次の日も、ワイコは学校に来なかった。僕は、彼女の家に行ってみることにした。彼女の家は、鍵がかかっていて、誰もいない様子。ごめんください、と、何度も何度も、しつこく覗いている僕に、ご近所のおばさんが、そこはもう今は誰も住んでいないよと話しかけてきた。やっぱりもう引っ越してしまったのかなと思う僕に、おばさんが言うには、三人家族で夏休み中に事故に遭って、両親ともにワイコも亡くなったんだそうだ。そんなはずはない。気が動転して僕は何が何だかわからなくなった。彼女が学校に来なくなって、運動靴の紐がぶっつりと切れたあの日が、ちょうど事故から四十九日だったのである。でも僕の手には、ワイコにもらったあの消しゴムがちゃんとある。あの時ワイコは、ありがとうと寂しそうに僕に言った。大人になった今も、引き出しにしまい込んだあの消しゴムを取り出して、もう薄くなりかけている香りを嗅ぐたびに、ワイコのことを思い出している。
最後の宿題。僕の友人の話だけど、僕の友人は古風に言えばヤンキーだった。高校もろくに行かず、友達と遊び回っていたそうだ。先生たちは皆サジを投げていたそうだが、友人の担任の教師だけはそうではなかった。かなりの豪傑だったらしく、何事にも熱心に取り組む先生だったらしい。幾度となく留年の危機に瀕した友達を叱咤激励してくれたそうだ。友人はその分反抗もしたみたいだけど、先生のおかげか、そいつの頑張りかは知らないけど、友人は高校を卒業してある土木会社に就職。そして去年の10月頃、奴は不思議な夢を見たらしい。高校の教室、あたりはぼんやりとしていて、何人かの生徒の姿が見える。教壇には、ニカッと笑った先生の姿があった。その先生は突然、黒板に、自習という字を書いて、明日から休みになるが、宿題があると叫んだ。友達が、と声を上げると先生は笑って、俺からの最後の宿題だ。幸せになれよと言ったという。目が覚めた後、なんとなく変な感覚があったと彼は言っていた。そしてその日のお昼頃、そいつは突然先生の死を知らされたそうだ。原因は俺は知らないけど、急死だったらしい。この間、飲みの席で、俺の先行の命日だったんだ、なんて話から、その話を聞かせてくれた。いつも強気で、口調の荒いそいつが、声を殺して泣いているのを見て、先生の最後の宿題を、こいつはちゃんと続けてるんだなって思ったよ。帽子をかぶった。俺は中学、高校の時、寮に入っていた。その時の出来事。その寮では夜、自習時間というのがあって、自習は、自習棟という、宿泊棟とは別のところで行われていた。T という後輩が自習中、宿泊棟に忘れ物をしたので、こっそりと取りに戻った時のことだ。自習時間中は、宿泊棟の電気は基本的にはつけてはいけないので、電気をつけずに T は宿泊棟に入っていった。T の部屋に行くには、J の部屋の前を通らなければならない。J はこの時、体を壊して入院していて、寮にはいなかった。T は自分の部屋に行く途中、J の部屋に人の気配を感じた。人がいるはずがない J の部屋に気配があるのはおかしい。そう思いながら、T はちらりと J の部屋に視線を送った。すると、なんとそこに、J のベッドの上で帽子をかぶって正座をしている女の子がいた。女の子なんているはずはなかった。ここは男子寮なんだから。T は慌てて逃げた。忘れ物も取らずに逃げた。その後も J のベッドでは帽子をかぶった女の子が何度か目撃された。数日後、J は退院して寮に戻ってきた。みんなは帽子をかぶった女の子の話を J にした。お前の部屋には幽霊がいると。J はさほど驚くことはなく、ああ、それは多分、と話し始めた。J の実家は開業医。J がまだ小学生の時、風邪をこじらせ、長期で学校を休んでいたことがあった。
J は自分の家の病院に入院をし、数日が過ぎたある日、一人の女の子がその病院に担ぎ込まれてきた。その女の子は交通事故に遭って、頭に深い傷を負っていた。その病院は脳外科とは違って専門外だったが、緊急ということで運ばれてきたという。応急処置をして専門の病院に移される間、ベッドが空いていなかったこともあり、J の横のベッドにその女の子は運ばれてきた。並んでベッドに横になる二人。どれくらいの時間が経っただろうか、J は女の子の視線を感じた。女の子の方を向いてみると、うつろな目で J のことをじっと見つめていたという。J は彼女が自分を見ていないことはすぐ分かった。女の子の視線の先には、J のためにクラスのみんなが折ってくれた千羽鶴があった。J は千羽鶴から一羽の鶴をむしり取ると、女の子のベッドに投げてやった。女の子は特に表情を変えることはなく、うつろな目のままだったという。しばらくして女の子は専門の病院に移されていった。そして J はその子が亡くなったということを後日知らされた。J は自分の部屋に来たのは多分その女の子だろうと言った。また入院してしまった自分を応援しに来てくれたんだろうと。そして帽子は傷を負った頭を隠すためだろうと。その後その女の子は二度と現れなかった。この話を聞いて、お礼だったら寮じゃなくて J が入院している病院に行くんじゃないかと思ったりしたけどね。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなたは午後からねパーッとタイムですね。ええ、よかったよかった。さーてさてさてさて、ねえ、やっぱり咳がね止まらなくて、昨日定期検診だったんで咳止めもらってきたんですけど、治らないね治らないね。咳やっぱりしばらく無理なんですかね、これね。もうね、あの咳そのものが、まあなんて言ったらいいかな、寝てる時もね、もうずっとケホンケホンって言い続けてるんですよ、自分が。寝れないんですよこの咳でね。それが辛くてね。あとね、前も言ったけど、エアコン、暑い時どうしてもつけるじゃないですか。エアコンの風がちょっとでも体に当たると、もうなんでしょうね、おかしくなるんですよ。これは何でしょうね。あのね、咳やっぱり私も止まりませんよっていうねコメントいただいたりするんで、まあ、しばらくは無理ですかねこれね。そんな状態ですから、本当に何度も言いますけど、健康大事よ皆さん。今年の冬はね、絶対これね、感染パニックするからね、感染大爆発すると思いますよ僕は。今年の冬はね、あの本当皆さん油断をしませぬようにな、うん、しませぬようにな、うん絶対今年のね、夏、冬はね、パニックになると思う。インフルとこれで。私はね、もう予言するよ。私は予言者だよ。私は、ガンダルフだよ、私はね。ということでね、今日のラッキー、あともう一つはね、昨日テレビが壊れた。リビングのテレビがね、壊れた。個人的にはいらないんだけど、やっぱり家族はテレビいるからね。だから、水曜日ちょっと見てこうかなと思ってるんですけど、壊れた。電源入れても入らない。壊れた。悲しい。ね。ということで今日のラッキーアイテムはテレビです。テレビ大事にしてあげてね。確かに見ないかもしれないけど、ね、やっぱり大事にしてあげて。ね。テレビで結構その家族の中に溶け込んでるものだと昔から思うのね。大事にしてあげて。ということで。大事にしてたんだけどね。
まあ、ハードディスクに録画したものがこれでパーだね。ええ。本コアとかも全部パーですね、これでね。違うテレビじゃ見れないもんね。はぁ、ということで、オアナルコンでした。またねー。